こんにちは、王座の桃子です。今回はタイトルにある通り唐突ではございますが、好きな漫画ベスト5をご紹介していきたいと思います。はい、あまり公言はしてこなかったんですけど、私漫画やアニメがすごく大好きなので、で少しね、インスタのストーリーとかでもこういうアニメ見てますって言うと、他にどんなの見てるんですかってたくさんねご質問いただいたりもしてたので、今回は好きな漫画を5作品頑張って選んだのでお話ししていけたらなと思います。はい、5位から順にお話ししていくんですけど、好きな作品のタイトル、その作品の大まかなあらすじで、その中に出てくる好きなキャラクターという順にお話しできたらなと思うので、でもこうやって話すのが久しぶりなので緊張してます。そのじゃあ第5位を早速、第5位はこちら、軽音です。読んだことないよって方でも名前は聞いたことあるぐらいすごく有名な作品なんですけど、あ、実はねここに iPad あるんですけど、ちゃんと言わないといけないことをまとめてきたので、それを読みながらご説明していきます。で、第5位の軽音こちらなんですけど、あらすじは廃部寸前だった軽音部に主人公が入部するところから始まるんですけど、高校生活3年間でバンドメンバーの仲良く成長していく姿、そう、平凡だけど平和な青春時代が描かれている物語です。そう、何かがね起きるっていうわけじゃないんですけど、なんだろう、この平和なねぼーっとした感じがなぜかずっと見れてしまうような、なんか心が温まる作
品です。はい、こうあるんですけどね、漫画が。で、好きなキャラクターがじゃーん、この子、この真ん中のアズニャンって子なんですけど、このアズニャンって子が私の好きなキャラクターです。で、この子は見た目はすごい妹っぽい感じがあると思うんですけど、なんかね、性格はすごいね、真面目で、しっかりはしてないのかな、真面目なんです、すごく。なんだけど、このね、おっちょこちょいな先輩とか、先輩と一緒にね、バンドしてるんですけど、その先輩たちにね、振り回されながら、ね、真面目なんだけど、ちょっと素が出る感じが、ギャップがあって、すごく大好きです。はい、第5位はそんな感じです。続いて、第4位、こちら、ワールドトリガーです。はい、この作品はね、以前 YouTube で少しお話ししたこともある作品なんですけど、異次元から現れる侵略者に対抗するために動いているボーダーという組織の物語です。ボーダーの中にもいろいろなね、チームがたくさんあって、みんながチームになって動いてるんですけど、とにかくいろんなチームによる戦略と頭脳の集団バトルが面白い作品です。はい。こんなね、私がね、理解できるのかって思われると思うんですけど、アニメの中でのね、わかりやすく説明してくれて、なんか難しい話わからないみたいな方でも全然楽しめると思います。たくさんのチームの中でね、どのチームが好きっていう、なんか推しチームを決める感じとかも、楽しめるポイントなのかなって思います。はい。で、私の好きなキャラクターは、ユーマという子なんですけど、この子は、なんかね、もう、すっごく強いの。強いんだけど、焦らないで、落ち着いた強さを持ってて、さりげなく、なんだろう、絶妙な優しさをね、そのチームのみんなにね、くれる、その、安心する感じとかがすごく好きで、最初はちょっとね、人の気持ちわからないみたいな子だったんですけど、もう一人、このね、出てくる男の子の性格によって、だんだん影響されて、優しくなっていく。という、まあみんなが好きそうな子ですよね。そんな感じです。はい、3位に参りたいと思います。第3位は、じゃーん、僕のヒーローアカデミア。はい、これもみんな大好きですよね。有名で人気な作品なんですけど、私もこれが3位です。人間が個性というね、特異体質を持つ世界が舞台なんですけど、いろんな特殊能力みたいなものをみんなが持ってて、その個性を利用して犯罪をね、働く人もいたり、そういう人が増える中で、人々を助けるヒーローと呼ばれる方もたくさんいる。そのヒーローと、そのなんだろう、悪い犯罪しちゃう人の物語なんだけど、あまりよくわからないかもしれない。で、このね、主人公の緑谷いづくくんって子が、この子無個性で、個性がね、発動しない子だったんですけど、平和の象徴と呼ばれている、憧れであり最強のヒーローオールマイトのような存在になるために挫折を繰り返しながらも努力して成長していくという王道のアクション漫画になっています。アニメもすごく面白くて、漫画もたくさん感が出てるんですけど、もうね、見たらみんな好きになると思う見て面白くなかったっていうことは絶対ないと思う作品です。で、この作品の中での私の好きなキャラクターは、ね、ちょっと待ってくださいね。その子が表紙の子を探す。いた。じゃーん、こちらです。はい、こちらが好きなキャラクターのかっちゃんっていう子です。爆豪かつきくんっていう。子なんですけど、私のすごく好きなキャラクターです。はい、この子は口が悪いのたくさんね、暴言言っていつも尖ってる感じの子なんだけど、そんなね、ずっと尖ってる感じの子なんだけど、あんまりね、人を見捨てることができない、もう心の奥底では優しい感じの子なんですよね。尖ってるけど優しいって、まあみんなギャップが好きじゃないですかで、なんか私が一番好きだなって思うところは、すごく自分に自信がある子で、私ね、すごいネガティブになることが多いので、こういうすごい自信持った子に魅力を感じます。はい、見てみてくださいね、面白いから。じゃあ続いて第2位に参りたいと思います。第2位はこちら、じゃーん、スパイファミリーです。
今大人気のスパイファミリーアニメが最近始まったんですけど、もうね、かわいいかわいいかわいい、そうかわいいの。はい、あらすじとしては、優秀なスパイ黄昏が与えられた新しい任務のために偽りの家族を作るけど、利用するつもりで選んだ妻と子供が実は殺し屋と超能力者だったという面白い感じになっています。スパイ×殺し屋×超能力者で、仮初めの家族となって日々のトラブルやミッションに奮闘するホームコメディです。ハラハラしたり心が温まったり、不思議な関係だけど素敵なね、家族愛を感じる作品になっております。とっても面白い。もうぜひ今アニメやってるからアニメね、見てください。この中で私の好きなキャラクターは、みんな大好きみんな大好きアーニャです。もう可愛い、本当に可愛い、可愛いとしか言えないので、好きな理由はもう可愛さ100点、愛おしさ100点、面白さ100点、本当にもうただただひたすら可愛いっていうのが推しの理由ですという感じです。はいね、本当にね、面白いから、と漫画もね、もっと先見たいよって方は漫画も読んでみてください。やっと来ました、第1位ね。今回ね、5作品ご紹介しようと思って選んだんですけど、好きな作品すごくあるから難しかったの。でもね、第1位はもう圧倒的なんです、私の中では揺るがない。こちら、デッドマンワンダーランドです。ちょっと昔の作品なのかな。最初私はアニメで見て面白くて漫画も買った感じなんですけど、ある日主人公がいつものように中学校に通うと、謎の赤い男がね、現れて主人公以外のクラスの生徒を惨殺してしまうんですね。一人生き残ったんです、主人公が。で、その主人公が殺人犯の濡れ衣を着せられ、死刑囚として特殊な監獄デッドマンワンダーランドに収容されます。その不条理な監獄の中での物語になっています。これがね、結構、まあ、グロテスクな面もあるけど、その中でのね、人間関係とかがすごく面白い作品になっています。で、私の一番今まで見てきたアニメとか漫画の中で一番大好きで一番タイプなキャラクターがこちら、シロと言います。デッドマンワンダーランドのシロです。この子が本当にね、今までいろんな作品見てきた中でビジュアルも性格も本当に全部タイプなんで、アニメのね、そのこの白のね、声も花澤さんがやられてるんですけど、白の声を、そのね、花澤さんの声もすっごく白に合ってて、これすごく好きなの。もうなんか全部相まって好きなんですけど、シロの性格がね、主人公のガンタっていう男の子を大切にしてて一途なんですね。そこも大好きなポイントで、もう無邪気な女の子で純粋で、ね、でもものすごく強いんです。心もね、強いし戦いも強い子なんですけど、魅力がたっぷりな子なので、ぜひ皆さんシロの魅力を堪能してください。いろんな漫画なんかちょこっとね、見てますみたいな感じでインスタとかでね、お話しした時にこの一番大好きな作品は言わないできたの。その理由がね、白を取られるのが嫌だからなんだけど、今回ご紹介するにあたって、いやもう言っちゃうかと思って、なのでもう言ったからには皆さん絶対好きになってください。私の推しです。はい、という感じで5位から第1位までお話ししてきたんですけど、いかがでしたでしょうか。初めてこういうお話ししながらする動画を撮ってみたので不安ですけど、皆さんぜひこの動画の後にね、何か見てみてください。長々と話してしまいましたが、見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。